変わった形をした模型がはかりの上に置かれています。そこに横から風を送ると、なんとはかりの目盛りが増えていきました。これはレーシングカーなどで使われているウィングという構造で、風が当たると作用反作用という働きによって車体を地面に押し付け、カーブを曲がりやすくする工夫なのです。